はい、どうぞ、こんにちは、おいしいみょうです。ブラックです。では、今回はセーフットボール潜入さんアプリ版やっていこうと思うんですが、今回はですね、ファンズチョイススパニッシュということで、投票ラリーがですね、こちら来ているんで、いつも通り当たりランキングですね、トップ5紹介して、育成もね、ちょっと紹介していければなと。まあ、あくまでね、評価であったりとか、育成というのは、もうちょっと TV の独断と偏見なんで、一つね、参考程度にしてみてください。はい。ということで、まず第5位はこちら、ダニ・パレホですね。能力は、まあ、こんな感じに振ってみたんですけど、まあ、動きが少しちょっとでも重いかな。まあ、それ以外を除くと、本当にオフェンス面の能力とかはかなり高いプレイメーカーになってるかなと。まあ、182センチあって、でダブルタッチ持って、まあ、ワンパスルパーピンクロっていうところでね。まあ、中盤の選手も今ね、数多くいるんで、まあ、この選手も、かなり能力値自体はね、こうやって見ると結構優秀なんですけど、ただまあ、わざわざダニ・パレホ当たってね、まあ今の時期にダニパレホを CMF でやっぱ使うかっていうと、やっぱりそんな見ないし、ガチスカで、ね、あの会う人には会うんじゃないかなって感じの選手ですね。まあ初めての人とかね、はい、あのとかはいいんじゃないかなっていう。まあもうちょっと個人的に小さかったら、このスピード瞬発でも良かったのかなって感じしますけどね。はいはい、ということで第4位はこちら、ロドリゴ・デパウルということで、まあ、デパウルはね、かなり強いんですけど、まあ、このデパウルはね、あの過去にもいっぱい来てるんだけど、まあ、過去最強ではなかったかなと。他のデパウルと比べてそんな変わらなかったんで、まあ、めちゃめちゃ弱いわけでもないんで、まあ、普通に持ってる方からすると、まあ、嬉しいかというとちょっと微妙なのかなと。まあ、だからこの順位かな。ただ、まあ、普通にデパウルはEフットボールでかなり優秀な選手で、2列目からのところで180で、本当に上目の能力と、で守備もまあ、 ある程度できて、でスピード瞬発もあるしっていうところで、で何よりもポジションエリアがめちゃめちゃ優秀ですね。やっぱ OMF、CMF でしっかりできて、で右も左もできると。でダブルタッチ持って、コンカ持って、スルーパスしっかり持ってるし、でピンポイントクロスを持ってるんで、まあ、まず間違いなく本当に今のEフットボールにおいて強い選手ですし、まあすごいね、使用感もやっぱりかなりいい選手なんで、まあ、持ってない人からすればめちゃめちゃ大当たりなんだけど。高い位置からね、結構守備能力も あるから、はい、まあ、そういった意味では結構前線から守備はめていきたい人とかは重宝するのかなって感じですね。はい、はい、続いてこちら第3位、ナビル・フェキールということで、2列目からの飛び出し、まあ、173センチの選手ですね。まあ、この選手もやっぱり能力かなりいいですね。ボールコントロールがボールキーパーに全部90度乗せられて、スピード瞬発もあって、ボディバラもあって、まあ、かなり使いやすい選手かなというふうに思いますね。ただちょっと気になるのは左利きの、逆足の精度がまあそんな高くなくて、で左ミットができるといった感じの選手で、まあ、右ミットはできないんですよね。まあ、左ミットなんですけど、まあ、左利きなんですけど、ピンポイントクロスがなかったりとか、固定の、ね、ダブルタッチとかもないんで、ちょっとスキルが、物足りないかなっていう。能力は本当に結構完成されてる選手なんだけど、スキルが若干やっぱり、ちょっとスルーパスとか、まあ、ぐらいかな。本当にめちゃめちゃ優秀な感じで言うと。オフェンスのね、結構いいスキルっていうのがないんで、まあ、過去に出ているフェキールと比べても、このフェキール結構強い。過去最強と言っても間違いないんじゃないかなっていうぐらい、強化はしっかりされてるんだけど、ちょっとスキルがちょっと乏しいからこの順位かな。スキル追加で本当にいいスキルがつけてあげれば、かなり強くはなるかなっていうね。まあ、コンディションの面も小さいですし。最悪なんかスキル1個つけるんだったら何がいいみたいな、ある。でも俺はピンポイントクロスつけたいかな。やっぱ左ミッドで使うんだったら、うん、そうだね、やっぱつけたいかなって感じはします。はい、ということで第2位はこちら、ガビということで、32レベルということで、今まで来てるガビの中で結構育つかな。で、まあ、能力はね、過去のガビと比較しても、まあ、勝ってるところもあれば負けてるところもあるみたいな感じで、過去最強みたいな感じで一概にはいないのかなっていう。まあ、ガビ自体がかなり優秀でね、足元あって、でさっきのね、ナビル・フィキリに似てますよね。ボールコントロールかボールキーパー全部90で乗せてて、ただしっかり、ディフェンスの部分ですよね。ここも8上げてあげると、守備意識だったらアグレッシブさ高く、でスピード瞬発もしっかり80台乗ってくるし、ボディバラも高くて、で決定力ですね、75以上乗ってくるっていうところでね、まあ、ガビっていうとね、俺も決定力72ぐらいでね、育成してビッグタイムのガビ使ってたんですけど、72とかで、まあ、ワンタッシュと持ってて使ってたんですけど、やっぱり結構外すイメージがあるんで、76使ってた時は結構やっぱ決めてくれたんで、まあ、77ぐらいまで決定力を上げていいのかなっていうふうには思いますね。で持ってるスキルダブルダッチでワンパ、まあ、アウトスピンキックとかなんで、まあ、スキルはね、ガビは、まあ、めちゃめちゃ優秀だよね。まあ、ここにやっぱつけるんだったら本当にワンタッチシュートであったりとか、あとはピンポイントクロスであったりとか、
まあ、そこら辺のスキルをねつけてあげれば、まあ、完成されるかな。ほんとビッグタイムのガブ持ってない人からすれば、かなり大当たりになるかなっていった感じでね、まあ、コンディションの波が普通なんで、まあ、ちょっとねあの不調とか絶不調で、引いちゃうことも多いんですけど、能力自体はかなりいいし、まあ、使用感も、まあ、合う人は、結構好まれる選手なんじゃないかなって感じがしますね。はい、ということで第1位はこちらティボー・クルトワということでレベル20で、来てますね。でこのクルトワが現状一応、一番今までのクルトワの中で、まあ、レベルが育つということで、今まで来ているクルトワの中でこの右側のねクルトワが一番ね、結構強いと言われて19まで育つんですよ。ただ今回20まで育つんで、まあ、ポイントの幅的に考えても、まあ、一応一番強いかなっていう見方ができるんですよね。ちょっと自分の育成に当てはめて比較してみるとこっちも同じような感じ、まあ、ほとんど変わらないんですけど、だからこのクルトワをあの持ってなかったら、まあ、めちゃめちゃ当たりかなっていう、まあ、大体こんな感じということで、まあ、総合値で言うと、まあ、1勝ってるって言った感じでね、まあ、キャッチングこそ3負けてるんだけど、ジャンプとかはまあ5勝ってるみたいな感じなん で総合値で言うとまあ1勝ってるみたいな感じだから、まあ、右側の、ね、クルトワ持ってる人からすれば、まあ、別に今回のクルトワっていうのはいらないかなって感じはしますけど、ただこの右のクルトワね、あの持ってない人からすれば、今回のクルトワ、めちゃめちゃいいんじゃないかなって、まあ、一応総合値も一番高いということで、若干最強、若干最強、まあ、突出して最強ではないんだけどちょっと最強みたいな感じで、ね、まあ、クルトワ自体が本当にめちゃめちゃ強い、キーパーということで、現役の中でもねやっぱ強いですし、なんかね今、結構 C 環境で、まあ、シュマイゲルとかジータとか、まあ、優秀なねあの B コートのキーパーたくさんいるんだけど、ただねやっぱ結局俺ね今ねクルトワ使ってるんですよ。っていうのはやっぱり一番セーブ率がやっぱりいいと思ってるんだ、あくまでも。でまあね199センチあって結構ジャンプをね、まあ、プラス5、このね過去最強のクルトワと比較しても結構できるっていうことで、まあ、ハイボールとかもより強くなると思うし、より結構飛ぶんじゃないかなっていうことで期待はできるんで、まあ、このクルトワはね間違いなく今回の、中でも第一、まあ、評価幅的に見てもそうだし、まあ、今の e フットボールのキーパー環境の中でも、まあ、個人的にはもうめちゃめちゃ強いキーパー、まあ、とかナンバーワンキーパーだと思ってるんで、まあ、この順位で間違いないかなといった感じでね、まあ、今回は、こちらのねファンズチョイスのラリーガーのね、方の当たりランキングということで、いつも通りやっぱり投票はちょっと渋いかなって、やっぱり木曜日に来てるね復刻がまあめちゃめちゃ当たりが多かったりするんで、まあ、そっちに、ね、引くっていうのが一番ベストな考え方だとは思うんですけど、ただまあ今回挙げた5名っていうのは結構本当に今の e フットボールも強いで、ましてやね、まあ、持ってない人からすれば結構当たりな5名なんで、まあ、ぜひね参考程度にしていただければなというふうに思います。はい、この動画が役に立った参考になったよって方はですね、ぜひチャンネル高評価で応援していけると嬉しいです。でしょー、さらっぽー。